皆さんこんばんは。今日は東京駅に来ています。現在は21時30分。だいぶ夜も更けてまいりました。今回この動画では日本で最後に残った動くホテルをご紹介させていただきたいと思います。いきなりもう今回は答えを言ってしまうんですが、動くホテルっていうのはまさに寝台特急サンライズ瀬戸出雲のことです。定期じゃなければウエストエクスプレス銀河とかカシオペア、四季島、水風、七つ星、うにゃうにゃって感じで動くホテルはまだもちろん残ってはいますが、毎日運転している列車ホテルっていうのは、列車ホテルというとちょっと新幹線のあれになっちゃうかな。しかし動くホテルっていうのは寝台特急サンライズが最後になっております。でもうサンライズなんてね、何度も動画にしていますので、一体今更何をするんだって言われるかもしれませんが、実は2024年3月16日のダイヤ改正でサンライズもちょっと変わってるんです。皆さん知ってましたか？はい、現在サンライズはここ東京から出る便は21時50分、これ2年前のダイヤ改正で22時から21時50分に変わったんですが、それからですね、東京を出て高松とあとは出雲市に向かっていき、高松の到着時刻がだいたい朝7時半ごろ、そして出雲市の到着時刻は9時58分になっていました。しかしダイヤ改正でなんと高松側は変わってないんですが、出雲市側が到着時刻10時に変わりました。どうですかこれね、998円と1000円の違いじゃないですけど、列車の到着時刻っていうとこう10時ですよ。なので10時チェックアウトの宿ってちょっと言えるんですね。僕は10時チェックアウトのホテルはあんま好きではないんですがその話は置いといて、しかし10時チェックアウトって言ったらもう本当に立派なホテルじゃないですか。で実際に時刻表をちょっと見てみると、10時チェックアウトだけじゃなくって結構ね、前のタイミングから少し変わっているということで、今回はダイヤ改正で改めて10時チェックアウトのホテルになった動くホテルことサンライズ出雲号をここ東京から出雲市まで乗り通してみたいと思います。一体どのように変わったんでしょうか。では今回もよろしくお願いいたします。というわけで東京駅の中に入ってきました。この丸の内側っていうのは本当に雰囲気がいいんですよね。でこの時間帯から移動することができるのが、新幹線はもちろん長野とか高崎、仙台が限界、300キロ台ですね。東海道新幹線だと名古屋が限界になっていて、そんな中でこの上野東京ライン東海道線の時刻を見ていただくと、21時50分のところになんか琴平とかね、出雲市とか書いてますね。神津とか品川、熱海とか、関東の地名が並んでいる中で、やっぱ島根県とか香川県は違和感ありますね。今回この動画は金曜日に撮っていますので、サンライズ瀬戸号っていうのが琴平まで延長になっています。ただまだ延長区間についても特にね、これといって時間は変わっていませんので、あくまで今回は出雲のお話になっています。列車は9番線からになっています。というわけで東京駅のホーム9番線にやってまいりました。改めて右側に止まっているオール2階建ての列車、こちらが寝台特急サンライズ瀬戸出雲になっています。前側7両が琴平行きの瀬戸、後ろ側7両が出雲市行きの出雲になっております。で今回は出雲市行きなんで後ろ側に乗車をしていきます。なんとね、乗車する列車がこれ3202って書いてあって、僕が以前ですね、といってももう随分前なんですが、5夜連続でサンライズに乗ったことがありまして、それと同じ編成でしたね。なんかちょっと運命を感じてしまいました。はい。で今回なんですが、まずサンライズ、そのサンライズ自体は大きくは変わってないんで、そこのお話についてはまた別途皆さんに確認していただけたらななんていう風に思うわけなんですが、一応ね、買い物とシャワーっていう2点だけはお話をさせていただきたいと思います。サンライズに乗車をする場合はサンライズ内で車内販売っていうのがありませんので、それら何か物を買いたいよとか、特にね、出雲とかに行きたい場合、朝ね、早く起きるという自信がある方だったら岡山で頑張ってもいいんですが、そうじゃないよと、朝はしんどいぞって方だったら東京でね、ぜひ購入しておくことをお勧めします。そんで東京でね、もし物を買うぞとなった場合は瀬戸川ですね、瀬戸川の5号車ぐらいなんですね。5号車ぐらいにあるニューデイズが唯一のコンビニになっていますから、そちらの方に出かけてみてください。サンライズにはもちろんシャワーコーナーっていうのがありまして、それがですね、3号車と10号車だったかなにあります。でそれぞれシャワーカードっていうのがこのね、4号車とあとはね、10号車だったかな、栄新台側のところから並んで入るよっていうのがサンライズの一つの作法になっているんですが、この列車は21時25分に東京駅に入ります。でドアが開くのが21時28分です。大体ですよ。なんですけど、もうその時点でね、並んでないと大抵無理です。なのでシャワー買いたい方は21時までには大体ですね、この4号車の位置とか、あとはね、10号車の位置に並ぶことを強くお勧めさせていただきたいと思います。まあ多分ないでしょうね。まあ、出雲の方、瀬戸の方が比較的余ってるなんていう話はあるんですが、ないですね。ちなみにある場合は330円です。もうシャワー入ってる人がなんかシャワーの匂いがしますね。はい、まあなんて感じになっております。で、さっきお話ししましたようにこちらですね、5号車のところにニューデイズが横側にありますから、こちらでね買ってみてください。まあでもね、ワクワクして買いすぎると大抵ね、食べずに余らせるっていうのはね、よく寝台特急あるあるなんで、買いすぎには気をつけましょう。じゃあちょっと僕もね買い物を済ませて車内の方に行きたいと思います。ではね、早速買い物の方を終わらせてまいりました。ちょうど左側に日立がいわきからやってきたんですが、なぜかですね日立よりもサンライズを先に出すっていうちょっと謎なパターンとなっていました。今回使っていくのは僕結構好きなんですけど、これねソロですね。ソロ6600円で寝台を使えるよっていう個室になっているんですが、まあ、ちょっと車内はね狭いんですけど、一応今回ねソロのそれも2階を用意させていただきました。ソロの1階っていうのはですね、実はこっち側のシングルと比べていただくと分かると思うんですが、1階は本当にシングルの方は下がってるんですが、こっちはね平屋って言われていて、まあ、そんなにね下がるってわけではありません。まあ、何が問題点かっていうと、下側にモーターがついているのでちょっと若干うるさいぞって言われてしまうのがここのねソロのポイントになってます。で、あと狭いんでラウンジが用意されていて、シャワーは同様にこちら側で買うんですが、まあ売り切れですね。で、まあそうですね、出雲号のシャワー買いたい場合は11号車に並ぶよって形になっております。さあではね、いよいよ列車が出発をしてまいりますので、サンライズ出雲号乗車をしていきたいと思います。お客様はビルの天井ロック内側のお下がりください。寝台特急発車をいたします。いや、いいですね。これね、特急サンライズじゃなくて、しっかりちゃんとね、寝台特急っていうところが熱いですね。うん、そして車内もめちゃくちゃ熱いです。だからなんだって話なんですが、暑い。なんでかな。今日はめちゃくちゃ暑いですね。ちょうど奥に見えているのがやまびこ223号の仙台行きで、あちらの新幹線が東京から仙台に行く最終の新幹線になっております。なんか珍しいですね。最近取られちゃってるんですが、プレートが今日この列車はしっかりとついてました。そして今ドアチャイムが鳴ってドアが閉まったんですが、この東京で聞ける唯一の JR 西日本の新快速チャイムとなっています。では21時50分定刻です。定刻にサンライズ号は島根県は出雲市並びに香川県は琴平かに向けて出発をしていきます。いや、これね珍しいですよ。うん、そもそも色がねフレッシュ日立カラーっていうのも珍しいんですが、東京でね普通だったら4分前に品川に行っちゃうんですけど、この列車はね行かないと、まあ品川止まりで、品川このサンライズは止まらないんで、まあ遅れが拡大しないようにってことでこっちの列車を先に出したのかな。よくね、サンライズって通勤列車に先を置くね、朝とかだと行かせてあげてめちゃくちゃ遅延するっていうのはありがちな話なんですが、今日はね、日立号、130キロで走る日立号に道を譲られる形になりまして、おー、すごい、日立の方にお見送りいただきましたね。さらには奥に見えるのは H5 系ですから、紫色の JR 北海道の新幹線に見送られながら東京駅出発です。じゃあね、もう早速ですね、個室の方に行くとしたいとこですが、今日はね、進行方向左側の個室でして、進行方向右側がね、僕はね、好きなんですが、ちょっと取れなかったんですね。はい、なのでね、ちょっとね、進行方向右手側。といっても、今回は、とにかくね、10時チェックアウトになったっていう、まあ、そこの変化の部分を皆さんにちょっとご紹介したいんで、まあ、最初の部分はね、3割ぐらいにしたいと思います。はい、というわけで今ね、停車駅が流れてまいりました。デッキだったんでうまくね音声が拾えてなかった分、お、あ、そうでしたそうでした。今はね10時じゃなくなっちゃったんで、新幹線と並走ってわけじゃないんですが、こんな感じで東海道新幹線の回送とね、なぜかね並走することも結構あるんですね。はい、向こう側はまだ今からでも名古屋に行けると。で、名古屋もそれも日付が回る前にね着くことができるよって感じになっているんですが、いや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 、なかなか違い感じますね。そしてこの新橋ですね、新橋もたくさんのまだお家に帰られる方で駅が超激混みしてるんですが、こちらは寝台特急ベッドがあるんですよね。そんなところを乗っていけるという、なんともこう優越感を感じることができるのがこちらのねサンライズになってます。すごいな、ゴーとか言って東京駅停車中から本当にシャワー浴びてる人がいるという、なかなか、まあ、確かに動いてないというかね、止まってる時の方がねシャワーは浴びやすいかなって気がしますが、いやはやすごいな。はい、まあそんなところをね体験しながら列車は今出発をして、東京のこの夜景見えるのがね僕は好きなんで、いつもね右側が好きだよって話をしております。さて、進行方向右手側、まあ、これだけ見ておきたいというのが東京タワー。ちょっとなんか窓がね汚れてるのであれですが、ピンク色になってましたね今日はね。そう、このね東京タワーまでがね、まあ、本当は品川駅もですが、いつも見たくって右側が好きなんです。まあ朝の宍道湖とかもありますがね。はい、じゃあちょっとねだいぶ満足したので、そろそろお部屋の方に行きたいと思います。洗面台もトイレももちろんついていますから、まあ、夜のねセットっていうのは大丈夫です。ただ歯ブラシとかは全く売っていませんから、あ、用意しておかないと A 寝台シングルデラックス以外は困っちゃうのでご注意ください。よいしょ。で、まあ、トイレもね洋式ちゃんとついてます。ただウォシュレットじゃないんでちょっと冷たいのでね、その辺はお気をつけください。よいしょ。あとはすごいな、もうシャワー利用中だな、早いな。でこんな感じでね、ジュースはこれが限界って感じになってます。あとシャワーカードは330円なんですけど、もう売り切れだよって感じになってて、だいたいね20枚ぐらいと言われています。そしてここがねラウンジカーになっていて、おしゃべりとかテーブルとかを使いながらゆったりすることもできるようになっています。そしてその奥にあるのがソロになっているんですが、ソロは右左両方で、さっきお話ししたように階段でこう1階に行くような感じじゃなくて、平屋で部屋が並んでいます。あ、本日は満席とわざわざね放送が今流れてきましたね。はい、そしてこんな感じでね、今列車の方個室なんですが、こちら20番となっています。この20番っていうのが偶数になっていて、偶数が2階で奇数が1階になってます。でこんな感じでね、これ階段がねこうついてるのがね何よりのこうメリットになっていて、このようにね丸め込んだような窓がついているのがこちらの個室の、まあ、何よりの特徴になっております。この部屋の中に階段がある部屋っていうのは、実はねこのソロっていうのが唯一になっているので、それもあってね僕は結構ソロがよいしょと大好きなんですね。あとはねこんな感じで荷物置き場っていうのも実は用意されているので、この辺でねリュックとか服とか置けるっていうのがまた一つメリットです。ただデメリットもまああって、例えばベッド幅がねここら辺なんかね70センチだったかな50センチだったかな、めちゃくちゃね狭くなってるのと、シングルはテーブルがついてるんですが、ソロはねテーブルがないんですね。あと窓枠もちっちゃくなってるんで、何かね晩酌とかご飯とか食べたい時はしんどいと。だからこそさっき皆さんにご紹介したソロっていうのは、ソロの号車にはラウンジスポーツスペースっていうのが用意をされているということなんですね。まあこんな感じで、ついてるのはラジオ、もうね今は聞けなくなっちゃったラジオとライトと室内灯3色とヒーターと、あとはねこれですね、アラームがついてます。これね前日を見ることができますが、1個前のメモリーが6時35分になってますから、多分ね横浜過ぎぐらいで起きようとしたのかな。はい、そんな感じになっていますね。はい、まあ、シャワーとかもさっき皆さんにご紹介した通りで、それをね使った動画ももちろん前皆さんにご紹介してますので、よかったらそちらも確認してみてください。なおコンセントは使用1個だけついてます。まあソロの場合はここで頭に多分する方多いと思うんで、その横側にコンセントついてますから非常に使いやすいと。2アンペアですから在来線特急とほとんど同じ感じになっておりますという感じですね。さあそんな話をしていたら、新幹線じゃないですね、サンライズ号は品川を通過しています。こんな感じでサンライズ号今多摩川渡ってますね。いろんなね準備とか車掌さんに切符の拝見とかお願いしていたら、もう知らないうちに多摩川渡って神奈川県の方までやってきていました。こんな感じですよ。今これね僕は部屋のライトを全部オフにしたんですけど、このね暗い中こう流れる景色を見ながら、そして窓が湾曲してるんで、こうね空の景色といいますか夜空をね見ながら、まあ、東京なんでなかなか今日ちょっと曇ってるのかな、あんまり星は見えないところはありますが、しかしね流れていく景色を見ながら移動するのがこのサンライズのね、まあ、何よりの楽しみなんですね。あとはねお話としてはこれですよね。個室なんで鍵をよいしょかけることがねできるんですね。数字をしてシャープをして OK で、また数字を押すと勝手に開くって感じになってるよっていう感じなんで、まあ余裕ですね。であとはこれ2台はスリッパついてるんで、僕はいつも下のところに普通の靴を置いて、あとはねスリッパでよいしょ上がったりするんですよね。よっこいしょっと。そしてよいしょでガチンとやってガチンってやれば閉まると。でもってあとはそうですね、浴衣と枕と毛布がついてるからあったかく過ごせると。でさっきねコンビニにはなぜかに石垣島パインとあとはね抹茶プリンが置いてあったんで、これをちょっと買ってみました。はい、九州関係ないですけどね、美味しいんですよ。でもこれがで、あとはよいしょ荷物をねこんな感じでいつも僕はここ辺に置いております。はい、なんでね結構ソロ使うんですよね。で服を僕はいつもここに置くって感じですね。はい、ということで、さっきね夜の景色をちょっとお楽しみいただいたわけなんですが、これなんとなくねいつものサンライズという感じになったということですね。で今回の、サンライズのテーマっていうのは、10時チェックアウトになったよって皆さんにお話をさせていただいたと思います。で、その10時チェックアウトっていうのが一応ね、何が変わったんだって話なんですが、実はダイヤ改正で時間が変わりました。でその2分最終的に着くところだけが変わったのではなくって、実はですね時刻表ベースのお話をさせていただきますと、新見ですね。おおすごい京浜東北線だ。おおすごいいいですねこれ。このねいいですね、なんかね、星空の中を走ってる列車みたいな感じがしてすごいいいんですが、失礼新見までっていうのはこれまでと時間は何も変わりません。でも新見から先ですね、新見から先の区間で時間が変わりました。特に米子の到着時間から変わっております。なので今回はその何が変わってね行き違いが違うのかとか、運転停車が増えたのかとか、なんかその辺がちょっと気になるので、この辺をちょっと中心に皆さんにお話をさせていただきたいと思います。なので、今回はねサンライズ乗車機っていうよりはその辺ですから、一旦夜についてはちょっと朝ね起きれなくなったらシャレにはなんないんで、何かね変わったこととかが起きたら皆さんにご紹介させていただきますが、特にね何もなかったらこのままちょっと久しぶりにね何も考えずにじゃないですが、サンライズ乗車をね楽しもうと思いますので、一旦実際まだ寝るのは先なんですがお別れをして、次は朝方ですね伯備線内で皆さんと再度ご挨拶をさせていただきたいと思います。はい、もちろんねまたね今後もサンライズは乗っていきますから、その辺とかはねまだねこんなとこ見たいよとかありましたらぜひリクエストいただければと思います。はい、ではねまずは夜の部ということで、特にね平和に動いていったわけなんですが、皆さん一旦おやすみなさい。いやお休みとか言ったんですけど、今ねちょうどこれサンライズじゃないな京浜東北線とこれ並走していましてですね、これなかなかすごいですね。すごいいい感じに並走してるんですが、意外と皆さんこっちにね半分ぐらいの人は注目をしていて、半分ぐらいの人はあんまり興味ないみたいな顔してて、そう面白いんですね。僕だったらもうねカメラ構えて並走なんで撮っちゃうんですけど、意外や意外って感じですね。皆さん半々って感じかな。いやぜひねちょっとね京浜に乗ってらっしゃる皆さんもねこの列車乗ってほしいな。いつね引退してもおかしくないんですよね本当に。というわけで多分反対側は東神奈川で原則なのかなと思います。なおこのタイミングで進行方向右手側とかに注目をしていただくと、横須賀線方面からやってきた大船駅の成田エクスプレスと実は並走するという感じになっております。でその時刻についてもダイヤ改正特に大きくは変わっておりません。奥側に見えているのは京急のところですね。東神奈川の車庫に止まっている都営浅草線の車両も見ることができました。失礼しました。なんて具合にちょっと何かね気になることがあったらお休みとか言いながらまたなんか出しちゃいそうなんで、ちょっとお休みとかも何も言わずにとりあえず急にあれだったらおはようでいきたいと思います。さらにこんな感じで、これ海の横側、今日乗ってるのは海側だったわけなんですが、道路と並走します国道1号とか東名高速と並走する区間があったりするんですが、綺麗にですねまたこう海が見えて、で今日は天気が良かったんで海にこうね月が当たる、ちょっと今これトンネルとかを走っているんですが、月がね海にこう反射している様子っていうのがまた綺麗でしたね。いやーやっぱりサンライズ海側っていうのも結構ね捨てがたいというか、こんな感じでぼわーっとしてて海に映ってるよっていうのが結構綺麗なもの見えました。いやぜひね皆さん右も左もどっちも良さがあります。そして結局静岡ぐらいまでは起きてしまったんですが、車内のとこには実は LED のディスプレイが用意されていて、このようにですね駅が近づいてきたり、そして駅に出発したりするとここで実は流れます。サンライズ何号ですとか車内は何なんですっていうのがね、日本語確かだけだったと思うんですが、しっかりと実は流れるようになっています。で、静岡到着でもう0時を過ぎているんですが、反対側の静岡駅では夜間お休みしている新幹線もいました。朝一番の静岡発のこだまの新大阪だったかな、名古屋だったかなが止まっているんですが、そんなものも見えています。もうこのタイミングでさっきお話をしていた名古屋じゃなくて東京駅10時3分に出発した新幹線は23時49分にはすでに名古屋駅に到着をしています。ということでね、本当にいよいよ持って寝ようかなと思って布団引いてみました。まあ、狭いとはいうものの、そんなにねめちゃくちゃ狭くはないかなっていうのが僕のいつもの感想なんですが、皆さんは空を乗られたことありますか？では皆さんおやすみなさーい。って感じで、朝6時になると最初に自動放送が流れてきて、まあ寝てたんですけど、これで基本は起こされます。前側7両サンライズ瀬戸号は岡山を出ますと、小島、坂出、高松、多度津、善通寺、終点の琴平に停まります。後ろ側7両サンライズ出雲号は岡山を出ますと、倉敷、日中高橋と、こんな感じでおはよう放送が流れてきて、奥側に太陽がだんだんと昇ってきているのがわかると思います。まさにサンライズっていうのはこう日の出を意味しているわけなんですが、そんなサンライズな太陽の光景を見ることができました。今日この後でこの列車はさらに西の方へと走っていくんですが、太陽のねこう上がり具合っていうのも一つまた注目ポイントにしていただければなと思います。はい、というわけで新幹線は岡山駅までやってまいりました。こっから先九州方面にお急ぎの方は新幹線に乗ることで瑞穂号の新大阪始発の列車に乗ることができるようになっております。あとはこの駅で連結を外します。並びにこの駅で7分ぐらい時間が用意をされているので、朝ごはん食べたいよと起きちゃったよって方は連結もしくはご飯どっちかを買いに行くのがいいと思います。僕はね、ちょっと切り離しは何回も見たことがありますし、あとはもうちょっとなんか眠いなって感じだったんで、一応テーマはね新見から先ですから、しばらく横になってゴロッとしていることにいたしました。で、その話をしてると列車は倉敷までやってきます。そう、岡山からもうサンライズは西ですね、北の方というか白尾線の方で山陰に行くのかなと思うかもしれないんですが、実際に山陰の方に入っていくのは倉敷ですから、一番こうサンライズが山陽本線で西に行くっていうのは倉敷になっております。で、ちょうど太陽もねまたこうちょっと上がってきたのがわかると思うんですが、こちらで白尾線に入っていきますので、こっから先は山陽から山陰に移っていきます。そしてこんな感じですね。やっぱり川の横を通っていくのがここの面白さとなっていて、途中の新地までぐらいはやっぱり進行方向左手側が僕は結構おすすめかなって思います。はい、というわけで皆さん改めましておはようございます。というわけで列車はもなく新見駅ですね、新見に到着をしようとしています。今回は新しい時間が変わって10時チェックアウトっていう風になったわけなんですが、この新見から先米子、そして出雲市方面にかけて時間が変わっています。一体ねどこら辺で時間の帳尻が変わっていくのかで、どういう行き違いをしていくのかっていうのを、ここから皆さんに変わったサンライズということで改めてお届けをしていきたいと思います。ようやくねまだ眠いんですけど、なんとかねちょっとねここから先は起きてしっかりと運転停車であったりとかすると思うので、皆さんにご紹介していきましょう。早速なんかもうちょっと違って、今運転停車はしなかったんですが、布原駅を辺りで少しね速度を落としましたね。ちょうどこの辺で反対側は普通列車新見行きが走ってきているみたいなんで、今回ねこっちがこの川は結構綺麗ですね。とはっても反対側じゃないと列車の方はね見ることはできないんですが、もしかしたらこの布原駅付近でちょうど行き違いができるようにってことで少し速度を落としたのかもしれません。こんな感じで、若干いつもと違うようななんとなく感じはします。はい、列車はですね今上石見駅まで来ました。ここもまたゆっくりと走ってはいますが、どうやらですね反対側にやくも6号が来てるみたいなので、ここで行き違いするのかなと思ったんですが、特に今しなかったですね。おかしいな。まあ、とにかく一応ね、近くに来ているらしいですよ。はい。この列車、山の中を走っているということで、結構ね、くねくねとしながらの走行にはなっているんですが、一応ね、運行情報上はあったんですが、ちょっとまた、この先の様子を見てみたいと思います。はい、というわけでね、調べましたらですね、上岩見の駅と庄山の駅の間に下岩見信号場というところがあるみたいで、どうやらね、こちらで特急やくも号と行き違いをするみたいです。はい、なので、これ、ちょっとね、ダイヤ改正前を完全に詳しく知ってるわけではないので、ちょっとね、間違っていたらっていうところはありますが、どうやらこちらの下岩見信号場でやくも6号と行き違いをするようです。まだ来てないですね。うん。もういるのかな。あ、いた。おお、やくもですね。はい。こちら側でやくも号との行き違いとなります。あ、連結してるので結構長めのやくもかな。はい。向こう側が止まって待ってるって感じみたいですね。まあ、伯備線はね、途中の、新見から特に先では行き違いが必須になりますから、いや、備中高橋から先では行き違いが必須になるんで、まあ、こういったところもね、あれですね。はい、というわけでこちらで、まあ、反対側待っててくれたんで、そのまま行くのかなと思ったら、そうじゃなくて一旦停止という感じになりました。で、列車はそれに続きまして黒坂駅にやってまいりました。ここもですね、行き違いで止まるとなっていて、普通列車の新見行きですね。普通列車の新見行き、まあ、根羽駅じゃなくて、ここで行き違いをするっていうのがどうやらポイントみたいなんですが、この列車と行き違いのためにやってまいりました。はい、あ、来た。ということで、黄色い列車ですね。はい、なので、まあ、この辺と、まあ、多分なんか変わってる気がしますね。なんか前は報告とか、なんかエビとかなんか止まってたような気がするんですが、今はね、こんな感じで途中駅の黒坂駅かでお互いに停車をするということで、サンライズ号もこんな感じでしっかりとね、ホームがあるところに止まってます。まあ、もちろんドアとかは開きませんよ。で、奥の方を見ると、これ昔はもう1個ホームがあったのかな。なんかそんな雰囲気すら感じますね。はい、ということで、ここはあれですね、意外と、ね、すごいな、反対側の音がグオーっていうのがすごいんですけど、止まってますね。はい。まあ、ここで1、2分止まるのかな。はい、のようです。ちなみにこの辺の景色というと、やっぱり山が見えていて、あとは進行方向左側であれば、このように川と一緒に並走して走っていくので、まあ、結構ね、まあ、今日めちゃくちゃこう天気がいいわけなんですが、綺麗な景色っていうのを眺めながら移動することももちろんできます。まあ、今回はね、僕なんとか起きて列車が何か動きがないかなとかってやってますが、もちろん今時刻が8時40分ですので、まあ、10時チェックアウトですから、まだね、あと1時間ぐらい寝てたって全く問題はないんですね。そして列車は時刻朝8時45分、上溝口信号場と呼ばれるところで、今度は国鉄色のやくも号と行き違いとなりました。はい。まあ、ここもね、駅じゃないんですね。海老とほうき溝口の間にある信号場になってるんですが、こっちが止まって向こうがある程度走っていくっていうスタイルで、やくも号と行き違いを行いました。なお、もうね、この辺でというか、ずいぶん前からではあるんですが、列車は鳥取県へと入っています。まあ、さっきのね、下岩見信号場でも鳥取県に入ってるんですが、この辺とかもなんかね、規制線とか貼られていて、結構やくもが間もなく引退、古い車両引退ってことなんで、いろいろと写真とか撮られる方がいると思うんですが、そんなね、規制っていうのもありました。鳥取花回廊と書かれております。はい、というわけで列車ですね、まもなく米子伯耆大山駅に近づこうとしていて、車内ではこの観光案内が流れてくるっていうのがサンライズの朝のあるあるとなっております。まあ、信号機左側ですと大山見えないんで、こんな感じで全く大山は出てはいないんですが、反対側を見ると大山が見えているというはずです。もうあと列車はね、10分ぐらいで米子に到着をするみたいです。まあ、米子もね、またちょっとダイヤが変わってるんで、その辺はまた後でご紹介したいと思います。ぱい皆さん見えますか？これ奥側。実はですね、進行方向が僕左側で、今日ね、大山とは反対側だよって話をしたんですが、実のことを言うと、こんな感じでですね、大山見えるんです。はい。ほうき大山のところでくるっとね、回っていくんで、実は左側でも大山が見えます。なのでね、ご心配無用ということで、さすがにね、宍道湖とかは見えないんですけど、大山であればですね、実は進行方向左側でも、バッチしね、見ることができるので、こんな感じ、綺麗ですよね。はい、今日はね、ちょっと金曇りにはなっていますが、結構綺麗に大山の方も見ることができました。で、伯耆大山から先っていうのは、山陰線を通って、出雲市の方まで走っていきます。はい、というわけで、列車は米子駅までやってまいりました。ついにね、米子です。反対側を見ると、普通列車が止まっておりますが、米子駅に到着です。で、この米子駅なんですが、ここがね、ダイヤ改正で変わっているポイントになっております。どういう風に変わってるのかっていうと、これまでは米子駅っていうのは2分間の停車となっていました。到着時刻っていうのを、これまでは9時3分到着で9時5分の2分間だったんですが、現在このサンライズは9時5分に到着をして9時8分出発という3分停車に変わりました。3分でね、買い物に行けるかどうかってなかなかよくわかんないとこではありますし、確か改札内にはね、あまり自販機ぐらいしかなかったんで、ちょっとね、米子の空気を感じることができるぐらいなのかなとは思うんですが、一応ですね、米子駅にはやってきて3分間止まります。はい。でも今ね、自由席特急券ではみたいな話になっているんですが、結構ですね、岡山から先出ると、この列車が、伯備線内の最初の特急になっているんで、のびのび座席ですね。のびのび座席を使って移動されるって方も意外といるようです。はい、というわけで、9時8分、米子駅を出発していきました。米子はね、特に特急列車の行き違いとか、普通列車を待つよとか、追いつかれたよとか、そういったエピソードは、特にはなかったですね。はい。なので、3分止まったんですが、特になんか大きく変わるわけではなくて、出発となりました。米子を出ると、これ、機関庫とかがね、見えてくるのが特徴ですよね。はい。まだまだね、もうちょっと、特にはあれですね、鬼太郎列車ですね。境港の方に行く列車もありまして、結構ね、米子で降りて移動するっていうのも楽しかったりするんですが、まだね、もうちょっとね、時間がかかるというわけで、いっぱいなんか出てきてましたね。はい。というわけでね、米子からさらに山陰線通って、出雲市に向かっていきます。さて、サンライズは安来駅にやってきました。安来駅は9時16分に到着をして、17分に出発をするっていうダイヤが組まれています。ダイヤ改正前までは安来は9時13分着となっていたので、安来到着が3分遅くなって、出発は4分遅くなるよって感じになっていますね。今回はね、10時チェックアウトで、これまで9時58分から10時だったんで、この安来が多分一番時間的には遅くなってるのかなと思います。はい。そういうわけで3分、これまでとは遅れて安来駅到着です。そしてサンライズ号はまたね、速度を落としまして、これ、荒島駅で八雲号とすれ違いですね。向こう、ここでは待たせています。はい。なので、ここまで結構ね、この列車が待っていたんですが、ここ、荒島では約も10号を待たせて、こっち側がまた走っていくということで、やっぱりね、単線なんでね、ここら辺は仕方がないところではあるんですが、これも多分新しいのかなと思います。そしてすいません、ちょっとね、お届けをできなかったんですが、今、東松江駅を、このサンライズは特に止まるわけではなく通過をしていきました。まもなくもう松江に到着をしようとしているんですが、松江ではなくって、ここ東松江で反対側の特急スーパー松風6号の鳥取行きと、すれ違うという形になりました。松江じゃないんですね。はい。というわけで、ここスーパー松風6号とすれ違い。で、こんな感じでね、各駅停車の時には、やっぱりしっかりとね、アナウンスが流れるということで、このね、アナウンスというのはその街の案内っていうのがね、しっかり流れるようになっています。さて、列車は高架に上がってきました。時刻が9時33分、松江駅到着です。ここがダイヤ改正前がどうなってたかっていうと、9時29分に松江に到着をして、2分間停車をしていました。なので、ここのさっきの安木と同じで4分遅れかな、4分遅れっていうと、まああれですけど、ダイヤ改正で4分時間が変わっての到着となりました。で、これまではここで2分間止まって9時31分に出発をしていたんですが、今回ダイヤ改正からは、ここでは1分間だけの停車になって、9時34分に松江を出発って感じになっております。ちなみに、もうさっきスーパー松風と行き違いはし終わっているので、松江駅でもやっぱり特に何かとの行き違いとかっていうイベントはありませんでした。そしてやっぱりね、進行方向右手側は宍道湖は逃せないですね。こんな感じで車と一緒に並走しながら、車の方もね、昨日の京浜東北線よりはこっちの列車にびっくりしてくださってるみたいなんですが、宍道湖の真横を通っていきます。いや、これは綺麗ですよね。湖西線の琵琶湖とかも結構綺麗だと思うんですが、こちらはこちらで、ね、結構綺麗なので、まあ、それゆえに進行方向右手側がおすすめなんですよね。道路と一緒に宍道湖の景色もここでは楽しむことができました。ちなみにね、シャワー室なんですが、よいしょ、こんな感じになっていまして、よいしょ、カードをね、ここに入れると330円でお湯が6分間使えます。これね、非常に風の勢いが弱いドライヤーが一つついているのと、あとはよいしょ、よいしょと、シャンプーとね、ボディーソープはついてますから、安心して利用できることができるよっていうのがここになっています。ただまあ9時ぐらいに並ばないとですね、このカード手に入れることは非常に難しくなっているので、まあ、シャワーね、一番サンライズの中で難易度が高いんじゃないかなって言われてるぐらいですね。で、列車は宍道駅にやってきました。宍道9時47分着、48分着です。ダイヤ改正までは45分着、46分発だったんで、これでだいぶね、2分ぐらいになってきたという感じになっております。この宍道駅からっていうのは、皆様大好きな木次線がございまして、ビンゴ落合に行く場合は、ここで乗り換えとなります。ほんと一瞬でドアが閉まりましたね。はい、これ。以前ね、皆さんにご紹介したことあるんですが、これ広島方面という、これね、表示だけ出てるとなんかいけそうかなって感じがするんですが、この難易度はめちゃくちゃ高いですよ。ぜひね、皆さんも一回やってみてください。なんて具合に宍道駅やってきて、もう時刻も9時48分となっていますので、いよいよですね、出雲市、そして10時が近くなってまいりました。そしてなんとですね、すいません、ちょっとまたカメラをね、構えるのを忘れてしまったんですが、今列車は庄原駅を通過しました。で、庄原駅でですね、なんと八雲号がこの列車を待っていました。それもね、ちょうどこっち側の車線というかあれだったんで、うまく撮れるはずだったんですが、本当に申し訳ないですね。最後降りる用意をしていたらですね、なんと遅れてしまいまして、こんな感じで特急やくも12号と庄原駅で行き違いとなっていました。いや、これもね、出雲市とかじゃなくって、あえて庄原駅ということで、いやー、すいません、緑色のやくも号がいたんですが、すいません、本当すいませんということでね、さっきのスーパー松風同様、このね、やくも号も見えまして、てか進行庫左側で逆って走ってると、ちょっとなんか珍しい感じがしましたね。そして列車は最後の激走ということで、別に遅れているわけではないんですが、めっちゃ走ってますね。115キロぐらいで走っていて、最高速度多分ここ120キロぐらいかなと思うんですが、めちゃめちゃぶっ飛ばして、最後の最後、出雲市に向かっています。もう太陽もね、だいぶ高くなりましたね。岡山ではまだね、なんだ、わ、すごいな、なんか写真撮る人がめっちゃいるな。岡山では、太陽がね、上がってきたぐらいだねって話をしていたんですが、もうこの辺はすごい上がりました。さて、江井川を渡っていくと、いよいよ出雲市到着のアナウンスが流れました。時刻ですが、こんな感じで9時58分、これまでの到着時刻9時58分にまだついていません。もちろんこれは遅れが理由では当然ありません。これが予定通りのダイヤなんです。はい、というわけで、出雲市駅の高架に上がり、出雲市のすき家が見えてきました。時折出雲市からサンライズ乗るときにあのすき家に寄るんですが、すき家、そして時間の方も、よいしょ、こんな感じですね。9時59分で、あとね、10秒で10時になりますね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、10時ですね。はい、ということで、確かに、10時、チェックアウト10時に、出雲市駅に無事に到着をいたしました。おー、到着です。確かに10時になりましたね。こっちはなんか時計の時間が壊れてるのかな。1分ほど遅れてますが、じゃあ到着したので降りていきましょう。はい、ではね、10時までお世話になったお部屋にお別れを告げまして、よいしょ、ガチャ。よいしょ。出雲市駅ですね。これ段差がね、よいしょ、すごいあるのが特徴なんですが、出雲市駅に無事に降りてまいりました。もう到着したタイミングで方向幕の方は改装になっています。この後車庫の方に改装されて、夜のね、また7時のここからの出発の列車もお仕事に着く予定です。というわけでね、改めましてサンライズ号、到着をしまして、まだねこっち側ライトがついているのが、この後西出雲の方に改装されますので、そちらのね改装準備ってことで列車が止まっているよということになっております。まあ改装はね、まだねあと10分ぐらい後なんで、とりあえずはそうですね、このね改装の出発も皆さんにはお届けしたこと何回かありますので、そこに行こうかなと思いますが、でも改装の時間ももしかしたら変わるのかな。ちょっとでもダイヤ改正ね、何分に変わったのかっていうのをちょっとお届けしようって話をするのであれば、そこまでじゃあ見てから行きますか。ちょうど今右手側に7時5分に岡山を出発したやくもがやってきました。10時18分に出雲市着ということなんですが、この辺は変わってないですね。あら、ライトがなんか片方だけしかついてないっていう、なんか変なやくもにはなっていますが、30分以上かの時間の差があるわけなんですが、これでもダイヤ改正と同じですね。ダイヤ改正前と同じ感じでやくもが追いついてきて、それまでこのサンライズが出ないって形になっているみたいです。で、こっち側にもまたやくもがやってきましたね。ということは多分ここ単線なんで、このやくも号が入ってくるまでは出れないってことなのかな。はい、ということで連結して7両編成という感じで、もうすぐねこれも全部新型やくも273系に変わるんで、これも景色も変わるのかなって感じだと思うんですが、やくも2発と、あとはサンライズ1発みたいな感じになりました。その後、あれですね、やくもが来たんでもう出ると思ったら、今度は花田行きの普通列車が今出発をしていったので、これもまた待ってるんですね。1両編成ですが、本当にやっぱり回送列車なんで優先度が低いってことですかね。20分ぐらいずっと止まりっぱなしです。そしてようやく到着をしてから25分後の10時25分にサンライズ号が改装をされていきました。10時25分、これが以前の時間とちょっとどういう風にリンクしているのかっていうのはちょっと僕は怪しいので何とも言えないところではありますが、結構ゆったりでしたね。はい、なので出雲市到着の時はそんなにめっちゃ焦って準備をしなくても多分大丈夫かなっていう気はしますね。はい、ということでこれにてサンライズ号のお勤め終了ということになります。出雲市っていうのもね、こんな感じでこう階段とエスカレーターがあるんですが、エレベーターを置いておいてですね、エスカレーターは上りしかないというのが、昨日の東京とまた雰囲気が違っていて、やっぱなんかありますよね、味がね。いや、こんな雰囲気になってるんですね。はい、じゃあね、早速開発の方出たいと思います。なんか外出てくると待合室があるんですが、待合室があれですね、273系の新しいやくも仕様に変わっていていいですね。もうなんか新しいんだなっていうのが分かります。いやー、いつもというか何回か来たことはもちろんありますが、出雲市駅のね雰囲気もなかなかいいですね。はい、では改めまして出雲市駅の外にやってまいりました。今回は10時のチェックアウトにダイヤ改正で変わったよっていう、そんなサンライズ号を東京から出雲市まで乗り通してみました。変わってない部分はあまり詳しくはお届けはしていませんが、特に新見から先の区間というのは皆さんにしっかりとね、といっても2カ所ぐらい特急の行き違いを見ることができなかったんですが、しかし一応どの辺で止まってとか、どの辺でなんていうのは皆さんにご紹介できたのかなと思います。さらに言えばここからね出発をする出雲市駅から出発をする時間っていうところまで皆さんにご紹介することができたんじゃないかなと思います。もちろんねこちらで出てきまして、あとはね今からじゃあちょうど10時ですから朝ごはん食べて、ちょっとやっぱ朝ごはんはね遅くなっちゃうんで、岡山で頑張って起きて買うとか、あとは東京で用意しておくっていうのがベストかなとも思いますが、僕はちょっとね朝ごはん食べて、反対側にねシャワーがなくても温泉がありますから、その辺行ってちょっとねゆっくりしていきたいなと思いますが、皆さんはいかがでしょうか。10時チェックアウトっていうとやっぱりね周りのホテルと、特にこれ東横とかね10時チェックアウトですから結構似てるという感じになると思うんですが、ほんとね2分しか変わってないんですが、実際はちょっとちょこちょこと変わってるよっていうのも含めて、なんかこう一つねまたサンライズがホテルっぽくなったのかななんていう気がいたします。現状動いている定期列車の寝台特急っていうのはもうこの列車だけですから、ぜひね皆さんも一度このサンライズに乗られまして、そしてこのね日が沈む聖地出雲じゃないですか、出雲市の方に来られて、出雲大社とかね、あとは島根和牛とか、もちろん米子とかに行って、砂丘の方とか、それは鳥取か米子の方とか行ってね、境港の方とかに行くのも結構ねいいと思いますので、いろんなねこうね山陰の方にもねぜひお越しになられてみるのはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画は終了させていただきたいと思います。ご動画面白かった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。